皆さんこんにちは、ワナルグルビーです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイをやっていきたいと思います。アメリカ本土攻撃のステージに入ってまして、苦戦が続く中ではあったんですが、ロサンゼルス、そして北上してシアトルと2つの拠点を完全に破壊することに成功しています。一方アメリカ軍も上陸してきた日本軍の本拠地ですね、今ちょうどご覧いただいているここ中央司令部に対して、ずっと継続的に攻撃を仕掛けてきている状況でかなり押されています。なのでここからはですね、まずはシアトルまで北上していた日本軍の艦隊ですね、ヤマト、コンゴ、ナガト、さらに機動部隊ですね、昇格や、雲竜、加賀、赤城といった機動部隊を急いで救援に向かわせたいと思います。本拠地の防衛ができたらですね、ここから内陸部に侵入してアメリカ軍最後の拠点ですね、ここを制圧してこのステージクリア攻略としていきたいと思います。まあしっかりとね、作戦を練りながら進めていきましょう。現在18ターン目なんですけども、40ターン目までに攻略できれば大勝利獲得できるということになっていますので、そこをまずは目指していきます。では早速時間を進めていきましょう。はい、艦隊戻しているんですが、ここまですでにこのような形で取り囲まれてしまっているので、間に合うかどうかちょっと不安が出てきてます。とにかくお金が全くないので、防衛用の部隊を新しく生産するっていうことができない状況なので、既存の戦力を使って防衛しつつ、お金を貯めるっていう作業が今必要になってます。なんとかね、お金を貯めるためには、占領都市、これを増やしていく必要があるので、なんとか占領地を増やして、お金を貯めて、部隊を増やして、反撃の移動くじ、これをね、ちょっと掴み取っていきたいなと思うんですけどね。司令部が、落ちるのが先か、巻き返すのが先かっていう、もう本当に我慢比べ、根比べという状況になってきてます。さて、雲竜が今度撃沈されてしまいそうになってるので、雲竜に入ってる冷戦、ちょっと耐久減ってますけど、もう出すしかないですね。このままだと、撃沈されてしまう可能性が高いので一度出しましょう。で、雲竜はダメ元で退避させます。本当にね、苦しい戦いになってますね。司令部が残り2ですね。なんとか持ちこたえてもらいたいところですけど、今戦艦、コンゴとかね、もちろんヤマト、ナガト、それに機動部隊が戻ってこようとはしてるので、残り1なんですけど、持ちこたえられるかな。残り1からの回復幅もゼロで、ちょっと苦しいかな。次のターン。持ちこたえられる気がちょっとしないですね。お金がね、全くないんですよね。作れるユニットがないっていう状態なので。その割敵はね、どんどん戦力送ってくるというところなんで、戦力差を回復させることが、できないまま、こういう状況になってしまっているっていうのが、もう残念という一言に尽きる状態なんですけども、反省点があるとすれば、もうちょっと早くですね、占領ないし破壊、敵の中央司令部ですね。これがもう一個できてれば、ここまで追い込まれることはなかったのかなという感じがします。
まあ、とはいえ最速で北上していったので、まあ、できるとしたら、味方のね、その中央司令部を守るのは、まあ、もうちょっと少ない部隊で、対処しておいて、赤城が撃沈されましたね。まあ、その間に少しでも多くの航空隊を送り込むっていう作戦でも良かったのかなっていうね、まあ、そこぐらいですかね。残っていた唯一の歩兵もこれでちょっと失ってしまった形なので、どうなんだろう、お金を増やす手段が事実上なくなってしまった形かなとは思います。まあ、ただ増やすことはできないまでも、今あるお金を、あるいは今ある拠点を使ってちょっとずつ回復させるぐらいはできる可能性が残ってるので、もう一踏ん張り二踏ん張りしてみましょうか。まあ、機動部隊のね、まあ、母艦の中心的な役割を果たしてきてくれていた赤城も撃沈されてしまいましたからね、ついにね。司令部が落ちましたね。いや、本当にきつい戦いだったなぁ。司令部、敵軍に占領され、全部隊降伏したという内容です。いやぁ、ちょっととこのステージ、もう一度気合い入れてやり直す必要がありそうですね。はい。では残念ですが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。